器紹介してくれということなんです、うん、これ別にまあ楽器っていうことじゃないですけど、まあ、単に線がこんがらがってるんですけど、こういうふうにあの物をこんがらがらして、こう何かわからないようにして使うっていうのが好きなんですよ。だからこれ全部一つの楽器と考えてもいいと思います。適当にこうやって上に取ってこう音を出すとか、これが結構いい音です。この聴診器、こうやってがどうなる。いや、だからここからあの声、あのこの先にね、先にあの、うん、弱はついてるんで。これ普段のあんな。いや、別に別に用途するときます、これあの掃除するもん。まあ、掃除っていうか、うん、こっちの方がシャープな音がします。あ、歪んでるわ、歪んでますね。なるほど。これも大きくなったっけな、伸びます、ね、あ、ほんでこれがまああの頻繁に使ってるマシンですね、うん、カセット血が出てますね。あのテープここに入れて、まあ、再生しながらエコーもかけられるし、うん、歌えるし、でここにさらにこうやってマイクロフォンをつけられるという、どこかにつけるところがここですね。デュエット、あ、今あのならない電池ないんで。なるほど。まああとこれはあの、うん、ボーカルスーパールースとか撮るときこう使いましたけどね、うん、ああ、ちょっとまああの声が金属的なっていうやつですね、うん、これまあ別にちょっとシューシューって音なんですけど、これはこれなかなかいいです、これがこれ結構気に入って、うん、キャネロンって言うんです。まああとスティックとか、これあのデコアダムズゼロを使ってるあのカズーとトランペットと本を合体させたやつなんだけど、本の先にこれついてるから本の音出るんだけど、まあこんな音ですね。これで今目つくねんけどね、食い取ってこっち吹こうかなってガシッとこのカズーめっちゃアンチックやねん、長いやろ、こんな長い感じないわな、うん、これが突撃ラッパー戦争の時で、うん、まあこんな音ですね。これもまああの音の出るパーカッションです。こうやってやりながらあのこっちでなんかどっちかにこうやってあの適当にやるんですけどね。これが結構使われるんですよ、このマイクが、うん、ここでオンオフできるから、うん、トレモロになるというおーって、うん、それが便利ですね。あとまあこれ気に入ってるんですけど、アメリカのトイザラスで買ったんですけど、こっからボーカルもできるし音も出るという、はい、サンダ状態になるという。これね、ファックスローヘッドも使ってね、うん、ビデオ見たら同じの使ってる。でこれベイアンから出したらかなり大きく出てるし、電動バーで使ってる、まあ、そうやね、まあ、電動バーで使ってた、うん、知ってるやろ、フリーか、うん、だからフェイザーみたいになるという声が、なんかエフェクト効果こうねんけど、まあ、これがほんでじゃあ見えたんですね。最近ユーフォアダリ使ってる、これポリスのロキさんとかも入ってるやんか、うん、いいよなかなか。ロキさん聞く、まあ普通にギター弾くような感じでは弾かれへんけど、うん、楽器とあのなんて楽器じゃないものの区別は特にないんで、うん、何でも楽器になるんですけどね。これとか音いいよ結構、うん、あ、OK、
これ両耳で聞いたら気持ちいいね。これ来ますよ。来るやろこれ。これもよくあの鼻垂らしとかでね。中にいろんなもの入れて動かすだけで。まあこの乗ったりとか。これいいねやっぱ。これは面白い。でもなかなか使いにくいわ。ああ操作は難しいと思うよね。うん。これはちょっと使うのは難しい。ラジオの音入んねんもんね勝手に。あほんま。うん。拾ってくるわけ。拾ってくる。うん。まあ、ラジオだけじゃなくて無線とか他のも入りそうやね。これが10年ぐらい使ってるあのテレコなんですけど、鼻垂らしの4枚目ほとんどこれでやってる。これともう1台これみたいなやつで、これなかったからね。これだけで、まうん、これだけですよ。これだけで、まあ、これも音出ますけどね。いいエコーでしょ、うん、でまあここにテープ入れてね、あ走行速度も適当にね押したら変わる、押したら変わる、ワープラ起こすからね、うん、こういうのを全部風呂場に持って行ってね、うん、バスタブの中入れて、うん、まあ、やったりとか。新しいのやつは私やってないな。やってないな、うん、でもあのデビットさんのところから出たやつとか、うん、あれだから1日でやってん結局、うんうん、スタジオで、いやここで、ここで時間なかったら明日締め切りは言われてる。これとかここら辺を使って、あそうかこれこれ一つで。でもねなんかここら辺にあるデッキとか全部拾ってきたやつだからね、うん、なんか片チャンネルおかしかった結局出来上がって聞いたら、うん、音小さな片チャンネル。なるほどね、よく拾ってきたりとか昔からしとるな。うん、まあ大概壊れてるんだけどね、壊れててもね。まあその方が結果的に面白いもんでけたりとか。うん、いや結果的にやっぱり満足いけへんな。ちゃんとした機材やつ。俺でも機械って相性悪いみたいで壊れんねやんか、すぐ機械の方が勝手に。使い方が荒いんちゃう。そうなんかな、多分愛情持ってやってんねん。愛情持って叩いたりしてるやろ。うん、SM っぽいな。SM っぽいわな。サンプラーの前のあの使い方とか見てたらもう、うん、ほとんどどつき回してる。サンプラーはこの前打って道で打った、うん、打って打って5000円で売れたかな、道で、道で、あの第一とかそんなんじゃなくて、いやなんかフリーマーケット出して、あフリーマーケットで売りましたね、うん、あの水かけられたやつ、水ビール、そうそうビールかけられたならへんね、新しいやつあるから別にいいんだけど、うん、壊れたもん人に言って隣。いやいや、なります、なります。なるの。あの、で、これがやっぱりすごいギターのピックアップ。で、まあ、水の音とか曲げましょう。曲げるの好きなんですけども、レコードを燃やすとうねうねになりますね。あ、やばいやばい、これすごいですよ、お辞儀してますね。ダリの世界ですね。ダリの世界で、これを再生するんですね。そしたら1曲出来上がりという。ちょっと無理やろな、一応回るけどな。ストーブが一番いいアイテムかな。とりあえずすごいエコー回しみたいな。ああ。いい音するし、これすごいいい音するよ。うん、これ。ウィーンと音するでしょ。機械の音。この火の燃える音がすごいよ。やっぱり。ボコボコボコって言うでしょ。うん、ピックアップで拾って、うん、あのなんていうの、課題入力したら、うん、すごいノイズになる。ボカボカボカバシバシバシで、時々こっからなんか言うわけ、あーとかって言ったりしたらすごい。これは見て取った方がいいかな、それ危ないな。
言うてよ、カウント。ワン、ツー、スリー、フォーで。ワン、ツー、スリー、フォーって。苦情来ますよ。ではちょっと聞いてみたいな。もしもし。あ、はい。あ、そうですが、いや、ちょっとですね、今ちょっと、あ、入ってない、関西テレビのものなんですけども、入ってないですね、今、マジかよ。いや、取れてなかったでしたね。いや、こんなこと多いんですよ、俺大概取れてないんですよ。やった、やったとか思ってぜーぜーとか言ってパッて再生ボタン押したら何も音入ってない。こんなもんですよ、大体。こんなもんやね。仕方ないですよ。